プロ野球、山川穂高選手を強制性交の疑いで書類送検。20代女性にホテルで乱暴か。去年11月、東京港区のホテルで20代の女性に乱暴したとして、警視庁はプロ野球の山川穂高選手を強制性交の疑いで書類送検しました。捜査関係者によりますと、埼玉西武ライオンズの山川穂高選手は去年11月、港区のホテルで20代の女性に対し乱暴したとして今朝書類送検されました。去年11月、港区内の飲食店で食事をとった後、山川選手が女性に対し部屋で飲みたいなどと言ってホテルの一室に連れて行き乱暴した疑いが持たれています。2人は数年前に知人の紹介で知り合ったということです。警視庁は山川選手の認否を明らかにしていません。あんなに余裕こいて笑ってたのにどうして。ついに送検されたか。ガチならもうワイドショー無視できないな。 W これってどのくらい、2ストライクあたりか。ワンストライクやな。まだ少なくとも容疑者ではある。強制わいせつではなく強制性交かよ。示談も成立してないし終わりやね。強制わいせつ致傷と強制性かってどっちが罪重いんや。ホウさん、強制性交やったら執行猶予絶対ないや。山口俊は書類送検された時点でシーズン出場停止やったです。WBC の映画かなくなったな。 W 勝ち組人生が台無しじゃねえか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。